はい、今日はまた、鹿が取れますので鹿筋おでんを作ってます。鹿筋がたくさん入ってますね。一番下にこんにゃく、大根ですね。この辺がごぼうです。でっかいごぼうが安かったですね。それに練り物、それに椎茸が直径の15センチがある椎茸を3枚入れましたね。びっくりしました。でっかい椎茸です。もうグツグツ沸騰しそうですね。これを約1時間弱火で炊きます。1週間ぶりの鹿筋おでんです。下ごしらえが大変でしたね。山から引き出して解体して小分けにするときに筋肉の膜や筋が出ます。それから足の付け根のアキレス腱やツト肉の輪切りですね、ツト肉を切ったやつを下茹でして刺してます。下茹でっていうか電気温水器の熱湯で3回以上洗って、アクを取ってから刺してますね。いい感じでできてます。一人は卵が煮えない方がいいということで、半熟のまま置いてます。私たちはしっかり卵が煮えた方がいいですのでしばらく煮込みます。はい、ということで山の神様に感謝して鹿寿司おでんいただきます。もうすぐ完成です。